にちは。メイク初心者のノエです。テンション上げ上げメイク初心者のほのです。今日は私のこの顔をちょっとやっぱりメイクのやり方が分かんなくって、私メイク歴長いとはいえ、ほのちゃんとはほとんど同じぐらいなんです。私が姉なんですけど、姉がやっぱメイクするので、姉を見てすぐにメイク一緒始めたから、歴で言ったら同じぐらいなんですけど、やっぱり年齢4つ違うんですけれども、はい、ほのちゃんは得意というか、私よりは全然うまいんです。ありがとうございます。なんで、やっぱその尊敬するぼのぼのさんにですね、本日は私のこのメイクをちょっと変えて、私の好きな人の顔になりたいなって思って、今日はほのぼのさんにメイクしてもらおうと思います。昔動画でちょろっと私が本当サーヤちゃんみたいな顔になりたいって、ランドのサーヤちゃん好きなんですけど、サーヤちゃんみたいな顔になりたいんだよねみたいな、そのようなことを言った時に、で今度サーヤメイクしてあげるよって言ってくれたんですよ。これサーヤメイクできるんだと思って見たけど、薄くない？今のどんちゃんのメイクからしたら。マジで？先ほどね、ここのベッドの横になっていたほのぼのさんにも言ったんですよ。そのサーヤメイクで追加で、その私の大好きな人の顔のタイプ全部見せたんですよ、うん、鈴木まみこさんとかほないこかさんとか、ちょっと系統の顔になりたいんですけどって言ったところ、そもそも土台が違うとパーツがね、はい、パーツが。でも最近の本当にガチのメイクさんはそれに似せれる人がいるわけじゃん、モノマネメイクでも別にその人にはなれるけど、うん、のんちゃんの個性を出せないわけじゃんってなった時に、でもやっぱ系統はそっち系の系統で、これにはなりたくないってことでしょ。あ、いや可愛いっすよ、可愛いっすよ。今日は私本当にもうやっぱ毎日メイクを変えて自分ができるようになるところまで上達したいので、本日使うメイクは全部自分のメイクを使っていきます。じゃこれ繰り返し見ればいいだけだもんね。はい、一人メイクってマジでやらないから、まあ今日はちょっとこちらの顔面を変えてもらおうと思うんですけれども、まずですね、ビフォーお届けしますとこんな形で、ちょっとこれでほのちゃん、はい、なんかちょっとこの画面見ながら言ってもらっていいですか。最近ちょっと二重幅の調子が悪くて、え、それ思った、なんか狭くなったくねって思ったんだけどさ、それを活かせるように頑張るね。私も今それぐらいの大きさだし。どう思います？自末でさ、上げれてるのがめっちゃいいわ。うん、これは最近ウォンジョン4を使ってるからですね。あ、そうなの、はい。で、あと最近変えたポイントはハイライトを入れるようになりました。はい、写真撮って。まず、いいところと悪いところだよね。これはいいところがないんでしょうか。改善点をじゃあ3つ。アイメイクってよりは、うん、肌のチークとノーズシャドウハイライト入れたらもっとより良くなると思うのと、リップの色が濃いめだからそれに合うようなメイクにするか、リップを薄くするかじゃない。で、いいのはアイラインがめっちゃうまい。あざす、超うまい。なんかね、みんなねメイク薄いんだよね。そうなの。私が見てるのってメイク濃いから真似しやすいんだけどさ。あー、うーん、みんな薄い。うん、本当に唯一真似できんの赤リップよじゃあまずはメイク落としていきます。アイメイクだけ落とします。ほのぼのさんに借ります、こちら。しかもダイソーのやつ。ダイソーのやつです。じゃあ失礼します。まつげも落とさなくていい。はい、色だけ。ごめん、ほんと充電切れたわこれ。目ん玉は豆粒ショッピング。はい、メイク落としました。それこそ私今これ誰のメイク真似してますかって言われたら、もう誰のメイクも真似してなくって、なんかところどころインスパイアもらってるのはあるんだけど、最初にこの子可愛いなっていうのをやって、そこから引き算をめちゃめちゃしてってるのね。で、最近はこの涙袋爆誕メイクです。すごくない？この涙袋すごい。私目の下のメイクがクソ下手くそだから、それも上達したいんで、ちょっと今日はやってもらいます。カメラ寄りだよ。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。まず目のやつが汚れるので、こっち側に。あ、ここにもチャヤがついてる。あ、ちなみにシャネルは割れてて、え、まあ、ほのぼのさんに誕生日にいただいたものなんですけど、結構やんちゃになってるんですけど、楽しみだな。でもデパコスよりもこういうジューシー系の方がなんか使いやすそうですね。それ知ってるやつだったんだ。ジューシー。あ、そうなんだ、はい、私それ最近使ってんの。それではよろしくお願いします。お願いします。リウスよ。たまにカラコンするんですけど、今日は特にその気合い入れる日じゃなかったんでカラコンはしてないです。
本当二重幅千万強。じゃあこのズーシーを今回は使用していきます。お願いします。まずここの薄い色を、うん、ここね、うん、ここ2回ぐらい取って目つぶってください。はい、目つぶります。まず二重幅に塗ってあげて。あ、待って、私さこれ下地いつもやってんだよ。あ、大丈夫コンシーラーで。私塗らないからそれ。アイホール全体にこうやって広げたい、はいはいはい、私の最近のメイクそう。なんだ、めっちゃデメ。うるさ。で、同じ色で涙袋も上向いてください。このアイラインの部分から、ごめん、目の中に入った今めっちゃ毛が。あ、し涙袋もあんのよ、デメだから。めっちゃほのちゃんの後頭部にピント合ってる。はい、こんな感じで。これで、はいはい、まあ、サイは多分これで終わってると思う。Take it easy。このまずディオールの真ん中の、はい、ハイライトみたいな、真ん中じゃない方がいいな、この上の、うん、この白色を取って、うん、目に取ってあげて、はい、黒目の真上、はい、目つぶって、はい、真上にこうチョン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 って乗せて、それを横に広げてあげると高級感出るんですよ、目に。ボンちゃんの飲み方、ごめんなさい、失礼しました。これを使ってきます。我々シャネル、はい、我々シャネル、これ、はい、チョン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 って取ってあげて、うんうん、この目の三角ライン、はい、あんた二重きれい。このブラシ乗らなすぎるかも。やっぱそうだよね。涙袋をこれ使っていきます、うん、で、色がこの真ん中のディオールの真ん中の色ね。確かにあんた濃いメイクの方が似合うのかね。うん、私もパンダメイクが好きだから。じゃあサーヤの上からそのあれにしようよ。あ、濃いやつ足し算してこう今日は。じゃあ今日足し算メイク、はい、足し算メイクで。で、アイラインはいつものんちゃん太めだと思うんだけど、はい、細めに。はい、目つぶってもいいですか。うん、開けといていい。はい、そのところばの声真似をしてね、ところばの画像をね横に貼っつけてやったら卑猥なものと間違われて、マジザ・ジャパニーズ顔なんだけど。で、このミュアイスで二重ライン、はい、おー涙袋、これの紫を使います。どう？いい感じ。どう見て、目の爆弾具合が違うよ、うん、こっちだけ殴られたぐらい赤くなってる。え、すげえ。私もそうなんだけど、粘膜色カラーって言って、うん、それこそバーガンディとか、うん、こういう紫系を使うことによって、うん、涙袋がね、私もう上から茶色乗せちゃってるけど、めっちゃこうブクってしてるように見える。すげえ。ここからですね、やっぱり私は画面濃くしていってなんぼなんで、濃いめのメイクお願いします。じゃあよろしくお願いします。お願いします。足してこ足してこ、引かないで足してこ。じゃあやっていきます。はい、お願いします。ズシ使っていきます。あ、ズシ使った使った。じゃあ、なんで何系メイクがいい？茶色、うん、オレンジ。赤系は私腫れぼったくなっちゃうんで、目だから。じゃあ茶色ね。はい、ディオール使おう。言ってそうか、ディオール。これを、うん、涙袋に塗っていきます。はい、基本的に私のメイクは上よりも下を通していくので。確かにそれ正解な気がする。地雷ラインとか書いてみていい？どういうよ。地雷ラインどうやって書くの？そう教えてほしい。地雷ラインは人によるんだけど、私地雷ライン書いてなくって、うん、ただここ三角ゾーン埋めてるだけなんだけど、書くときに、うん、ここの目のさ、黒目の横のここがさ、うん、こうなってこうなってんじゃん、うん、でそれのここの部分をこうやって下にしてあげるといい。で、私の場合は地雷ラインが似合わないから使わないんだけど。これいい感じなの？そうです。そしたらこの紫出ました。地雷ラインの上から重ねて。うーん、逆にさ、上は何してんの？ベースのカラー茶色っぽいのだけ。うーん、でもなんか今日いいこと聞けたわ。私さ、アイメイクやっぱパンダメイクが好きだから、マジでパンダにするんだけど、まあ、最初見てみていただいたら分かると思うんだけど、目の下だけ凝ればいいみたいです。私はそういうタイプだった。まああなたがそういうタイプだったら同じ血が流れてるんで、多分顔の系統も一緒でしょうよ。え、涙袋がっつり描いてみていい？うん、よ、お願い。見てみて。で、さっきのこのこのねじましていきます。この味もなんかちょっとおばあちゃんメイクみたいになってるけど、デメの人の涙袋ってどうなってんの？バーバーやないか。でも一個だけ私のさ、メイク道具使う。あ、どうぞ。チ
コットのコンシーラーを使います。新大久保で買ったやつ。うんうん、デメって羨ましい。こんにちは、デメです。ドッキリとかじゃない、もう俺、ね、おばあちゃんメイクの時か。はい、じゃあ、アイメイシャとかこうよ。ちょっと遊んでみたくなっちゃった人の顔ね。私のバケモノメイク誕生できるよ。あ、私もそれ使ってる。それ01番？うん。あ、すごマジで。これもハイライトぐらい。え、こんな使い方するの？うん。そうなんだ。あー、すげえ。でも綺麗だよ、なんかこのカメラで見ると。なんかメイクって下にやるとクマができちゃうから、涙袋とかって粉下にいったらクマっぽくなるじゃん、うん、だから最後に下にコンシーラーでキュッてやることによって目の境目ができるからキュッてなるように見える。お前今どんな顔したか。あ、ちょっとのりちゃんの顔ちゃんとよく見てごらんなさい。今のりちゃんの顔何笑ってんだよ。漆黒すぎないこのアイライン。そうだよ、私は漆黒を使ってんだって。マッキーペンぐらい黒いのがいいんだって。あ、間違えちゃった。間違えられました。なんか地雷ライン引いた時から気づいてたよね。私も地雷ライン似合わないからさ、似合わないのかなと思ってたんだけどさ、試したくなっちゃったよね。気づいちゃった、気づいちゃった。はい、はい、似合ってんのこのメイク。てか心配になってきちゃったんだけど、のんちゃんのラスト、いつものんちゃんがやってるこの目の上に、はい、目つぶれ、目つぶれレモン。あー、すごい上手。え、今どうやって塗ったの。もう一回やって。目つぶって。目つぶっちゃわかんねえよ。地雷ラインがダメだね。うちら今日おいさ、涙袋もダメだね。おい、なんかデメって難しいんで、ちょっともっとデメに関して研究します。でも最初のメイクやっぱよく分かったよね。あれ今日聞けてよかったなと思ったことが 2,3 点あるんで、それを最後に発表したいと思います。メイク初心者が聞いて、ああそうなんだと思ったこと、一つ目は目の上を濃くするんじゃなくて目の下を凝った方が目でかく見える。まあこれは目の形によって違うのかもしれないけど、私は今日それ大発見でした。でもう一つが紫で影とかを描くと爆誕する。これは今日大発見でしたね。ということで今回は何笑ってんだよ。ということで本日は私の好きな系統のこのメイクプラスほのちゃんが私に似合いそうなメイクを研究しているとバケモンが出来上がっちゃったようなコーナーでございました。薄いメイクはいけるけど濃いメイクがいけないうち。まあちょっと今後もですね、ほのぼのさんにはちょっとメイクのことでたくさんお伺いしたいことがありますので、近々ですねまたのえのにメイクしてもらうと思いますので、その時よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、また今度ほのぼのにメイクしてもらっている動画楽しみだよと思ったらヒートグッドボタンチャチャチャします。それこそあれじゃない、もう本当お風呂入る前とかにさ、2人ともアイメイク落としてさ、2人でお互いアイメイクするとか。ああ、いいじゃん。だけどこれからメイクを研究して、今後ももっともっとメイクをして可愛くなっちゃうようなコーナーでございました。私ももっとさあアップデートしようしていきます。それではまた次回のラマグルしましょう。バイバイ、バイちゃん。Love you from the first time you call me lameLoved you for your whips and your wicked games、yeah. Always on my mind, always in my brain、yeah. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.